はいどうも、今回はですね、自分のライフワークとしつつあろうかと思っている、モノグラムの24分の1のね、ナスカーの、ウェルカムバックアーニーサンダーバードですね。これを組んでいきます。ナスカーの知識全くありません。アーニーアーバンという、ドライバーの、サンダーバードですね。サンダーバード、まあナスカーなのでほとんどあれですけど、でこれがですね、デカールがですね、もう暗く書いてるんですよ、この蛍光のところが。ここ蛍光のところ以外はなんとか使えそうかなーって思うんですが、ちょっと使えるか微妙なところではあるんですけども、ちょっとこれをねやっていきます。この人がアーニーアーバンだそうです。よいしょ。でもう先にですね、メッキパーツはメッキを剥がしておきました。で剥離しておきました。で、ボディですね。ボディはね、これね、前後バンパーだけが別体。これはナスカーキットだったらまあこんな感じですね。自分が組んだことがあるやつだと。で、バンパーとロールケージとか、まあこの辺がね、どん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 組み上がっていくような感じになります。これ反対側のロールケージですね。でシャーシなどなどです。このタイプのシャーシは実は自分初めて組みます。シャーシもね、何種類かあるんですよね。これフロントバンパーですね。結構モールドが、リベットのモールドとかあったりとかしますが。で、エンジンなどなどですね。この辺は組んだことあるやつと一緒かな。で、シャーシ、ボンネット、シリンダーヘッドなどなどです。で、クリアパーツですね。クリアパーツはもうここに補強のバーというか、この辺が入ってる感じになります。まあこのタイプは初めてなんで、ちょっとどういう風になるかなーってことも思うんですが、これね、タイヤはグッドイヤーのタイヤですけども、一応このロゴが入ってますけども、反対側はね、こういう風にね、ツルツルなんですよね。でこれをイエローレターなんですよね、このデカールが。なのでイエローを貼るか、こっちを黄色く塗るかはまだちょっと決めきれてないんですけれども、やっていきたいと思います。ここまでね、こういう風にね、モールドが入ってるのは自分初めてですね。あとリアウィングもね、一体成形でっていう感じなので、これ多分エアジャッキのあれかな、つなぐところかなという風に思いますけども。で、ナスカーのキットに関しては完全な塗り分けはしません。だいたいこの辺ぐらいまで塗り分けておけばぐらいの塗り分けでやっていきますので、その辺でご理解いただければなというふうに思います。では、部品の切り出しの方をやっていきたいと思います。はい、ウェルカムバックアーニーサンダーバードですけども、部品の切り出しが終わりました。今回はね、まあ、初めてのシャーシですけども、とはいえ、この辺はそんなに変わんなかったですけど、ただ部品の細かい形状がちょっと違ったりだとか、あとはフロント周りのね、ここ、多分フレーム、ここ繋がってたと思うんですが、ここはもう部品がない。部品が割れちゃって、っていう状態だったので、もうここはもうこのまま行きます。で、まあ、本当はね、この辺も塗り分けした方が、まあ映えるとは思うんですけども、このラテラルロット毎回くっつかないな。まあ、とりあえずこういう感じにしてます。で、ボンネットなんですけど、自分がナスカーキットを、まあ、ナスカーじゃなくても、アメプラ作るときはですね、こういう感じで、ボンネットがね、こういう風にね、ちょっと幅広いゲートのランナーだったりとかするんですけど、この状態でサフを吹いて、で、市販車だったら、裏の吸音材みたいなところを先にマスキングして、で、まあ、切り落としてみたいな感じにするんですけども、今回のこの、やつに関しては、もう黒サフ吹いて、まあ、捨てサフ削りのね、やる前にサフを吹いた状態で、まあ、またそれは後ほどお見せしますけど、マスキングテープを裏側に貼っちゃって切り出して、みたいな感じにします。まあ、その辺は、またね、お見せします。で、ボディの方なんですけども、
ちょっとね、ここの段差が結構大きかったので、パテを盛りましたが、まあ、この辺はガシガシ削って、段差をね、分かりにくくするみたいな感じになるかなっていうふうに思います。まあ、この辺がね、まだね、市販車のサンダーバードの、こう、面影というか、そういう感じを残してはいるかなっていうふうですね。また別のパターンのやつもあるんですけども、それはね、また、その時にね、また、ストックカーばっか、ストックカー、ナスカーばっかり、そんなね、ずっと組むわけではないですけども、まあ、ちょこちょこ組んでって、それをね、お見せするような感じにしたいとは思いますので、またね、その時にお見せしますけどもね。で、エンジンに関しましては、こういう感じにまで組み立ててしまってます。本当はこれもオイルパンは、赤で塗るような指示になってるんですけど、今回はまあ、基本的に塗り分けはそこまでせずに、まあ、全体的な雰囲気でね、作ろうっていうふうに思ってますので、こういうふうにしています。で、メッキパーツは、まあ、メッキ剥がしてね、こんな感じにしてますが、もう、接着するところだけね、プライマーの部分もデザインナイフとかで削り落として、こういう風にしてます。で、ウィンドウパーツなんですけども、モールドが、こう、ちゃんと出っ張りはあるので、それに合わせてね、マスキングテープで貼って、こういう感じにしてます。で、これで、まあ、色を塗っていくような感じです。で、このクォーターパネルのね、クォーターウィンドウなんですけど、この部分に関しては、こっち側はね、表面、表側になるんですけど、この裏側の方だけマスキングしちゃって、こっちからババって塗っていく。そんな感じにするつもりでいます。というわけで、とりあえずここからね、サフ拭きして、まあ、この辺ね、ロールバーパッドどうすんのっていうふうに思われる方もいらっしゃると思いますので、そこら辺をね、マスキングするあたりまでちょっと飛ばしたいかなっていうふうに思います。はい、捨てサブ削りをしていきますが、その前にですね、まあ今の現状なんですけども、これはね、まだね、変形は緩い方なんですが、若干ね、こうね、ひし形に、こうちょっとねじれてますね。でもまあなんとかなるでしょう。で、ボンネットなんですけども、まあこういう風にね、ゲートが太いですよね。まあアメプラだとよくある。よくある。これはね、もうこうやってね、ちまちま。ガラスパーツはこれしないですけど、さすがにね、ガラスパーツ、クリアパーツはしないですけど、ボンネットだったらね、こうやってね、ちょっとずつこうやってやって。で、おう。っていう感じに切り離します。ちょっとすいません、うまいことゴミ。ゴミ箱の中入らなかった。まあいいや。で、この状態でまあこう、ヤスリ掛けをするんですけど、こういう風にね、当てがってみるとね、大抵ね、あ、これはまだすんなり入る方かな。ボンネットがね、うまいこと入らないとこもあったりとかしますね。なので、ちゃんとこの時点で入るかどうかとか確認しながら。で、この状態で、この裏側を、マスキングしちゃいます。今回の場合は、まあ、ボディも黒ですしね。まあ、黒じゃなくても、こうしちゃいますけど。よいしょ。よいしょ。こんなとこかな。で、はみ出た部分はデザインナイフで切りまーす。サクサク。サクサク。この時にね、アメプラのプラって結構、アメプラのプラ。プラスチックは結構削れやすかったりとかするんで、この時にね、こう、削っちゃいけないところまで削ってしまわないように。よいしょ。多少かかたついても、ヤスリ掛けをするときにね、なんとかできるかなってことは思いますけど。こういう感じでね、
まあ、この時点で先にボディカラーを反対側、こっち側にも塗っておいてから、マスキングでもいいかなっていうふうに思いますけど、自分はこういう感じでね、やってます。こういう感じでね。じゃあ、ステサフ削りしていきますが、まあ、ここはいつも通り、ラインチゼルの 0.15 ミリ刃ですね。にしたもので、筋彫りしておいて、で、削ってっていう感じにしていきます。まあ、このパテあんまり綺麗に盛れてないですけど、まあ、多分これ段差残るな。まあ、とりあえずそれですけど、やっていきます。ステサフ削りの前に、どっちが正しいのかわからないんですけども、ちょっと見落としてたところがありまして、それをちょっと、なんとかせねばということが気づきました。箱のイラストを見ると、ここのインテークというか、このバンパーの、バンパー?うん、この部分なんですけど、ボディの色一色なんですけど、この完成品の写真を見るとね、ここね、銀色になってるんですよね、ここの口の部分が。で、ということで、バババッとこうシルバーを拭きました。で、この状態で先にマスキングをしてしまいます。この、見てもらうとね、この口の部分、メッシュの部分の方が低いんですよね。低いので、後からマスキングして塗装しようとしても、多分ね、段差が目立つような感じになっちゃうんじゃないかなということを思いまして、先にマスキングをしてしまうことにします。よいしょ。つまようじ、つまようじじゃない。つまようじじゃない。こういう風にね、メッシュの部分をつまようじでちゃんと段差作っておいて、段差?違う。わかるようにモールドをね、沿ってね、やっておいて、シルバーを拭いてから、メッシュ部分をマスキングして、よいしょ。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 最終的にはここね、墨入れを流し込むような感じにすると思うんですけど、とりあえず、こうやってね、切り込みを入れておきます。またカメラに映ってなかった。ごめんなさいね、こうやってね。マスキングを切っておきます。これはまあ他のキットでも段差があって先に塗っておいた方がいいかなっていう時はこういう感じにしてます。よいしょ。よいしょ。ああ、切れてない。切れてない。剥がしつつ切れてなかったところはもう一回ちょっと刃を入れつつ、よし、こんな感じでねやっておけばいいんでねかなと思います。こうやってね、またちょっとこういう感じで。で、こっから、この状態でステサフ削りをします。なので、そうするとね、この時点でやっておけば、削った時にね、この銀色のところもまあわかるでしょう。というわけで、改めてステサフ削りをしてしまいます。
はい、サンダーバードの内装ですけども、こういう感じでですね、マスキングしてしまいました。ここまで組んで黒さを拭いて、マスキングっていう感じですね。で、ここも本当はまあロールバーパッドなんですけど、ここはまあ見えないので、今回は省略します。で、まあパッと見えるところをね、こういう風にして、で、あとここの部分とかもね、またそれはそれでマスキングしておいた状態から、こっからグレーサフを拭いて、で、まあ下回りとかなんで、まあそんなに、今回はこう白まで塗ってからね、内装赤ですけども、まあグレーサフまでで止めて塗っていきたいと思います。はい、サンダーバードのデカールを貼っていきます。で、デカールシートを見ててね。このバンパー、フロントのところの、塗り分ける必要なかったっすね。まあ、塗り分けたんでね、このままいきます。で、まあ、デカール貼るときにはね、マークセッターの代わりというか、以前ね、あのプロモデラーの方がツイートして貼ったんですけど、木工ボンドとアクリル溶剤と水をね、こう混ぜた、これを使って、マークセッターの代わりにしていきます。で、まあデカール貼り全部をお見せすることはできないと思いますんで、まあ、あれですけど、もうこの蛍光のデカールって貼るの苦手なんですよね。で、ここは塗っとけばよかったかなってことも思ったんですが、まあどっちしろもうこのもうバキバキなので、まあ、バキバキのままでこうなんとか継ぎはぎで貼っていこうと思います。で、以前はね、あのアメプラの時とかもあのリキッドデカールフィルム使ってたんですけど、なんかこう。クリアコートしていくにかつれて、なんかなーっていう風に思うようになったので、今回はリキッドデカールフィルムは使わずに、このバキバキのを継ぎはぎで、継ぎはぎしながら貼っていきたいと思います。うまくいくかな。はい、デカール貼りが終わりました。だいぶね、なんか白っぽくなっちゃってますけども、これはもう木工ボンドを使ってるので、まあ木工ボンドのね、あれで、まあなっちゃってますけど、この辺はもうクリア吹いちゃったら消えてしまいますので、そんなに気にしなくても大丈夫かなと思います。ボンネットはね、このようにバキバキです。でもまあ、これはもう仕方ないかな。蛍光カラーのやつだとね、仕方がないかなというふうに思いますけど。で、あとまあちょっとね、気泡がこんな風に入っちゃってますけど、映ってるかな。画質的に伝わらないかな。気泡がだいぶ入ってます。この辺なんかだと余計わかりやすいかな。ピントが寄ってくれたかな。ここの辺。色がちょっと違うの見えますかね。まあこれ気泡が入っちゃってるんですけども、今回はもう気にせずいきます。で、クリアをこっから吹いて、クリア層の中に入れちゃうイメージでやっていく風です。では、まあこれからクリアを吹きます。クリアは、そうですね。これだったらまあ5、6回吹いてかなっていう感じにすると思います。はい、ウェルカムバックアーニーサンダーバードの部品の塗装が一通り終わりました。ここやっぱり蛍光のところを塗装しておくべきでしたね。バキバキだったのと、まあいろいろと密着不良だったのと、でついでにね。ここね、クリア拭いて、で乾燥機の中入れた時にポーンって倒れちゃって、でもまあとりあえずこんな感じです。で、ボンネットもね、デカールバキバキで、ここまあ、角出ちゃいましたけど、ここは普通に筆塗りのタッチアップして、で終わりにしようと思ってます。で、一応ね、エンジンはこれ、全部フラットアルミ、ここまで組んだ状態でフラットアルミで組みました。塗装しました。で、駅マニはね、これ、スーパーステンレス2の塗ってから、まあ、溶接表現みたいな感じですけど、軽くね、焼き鉄色。クレオスの焼き鉄色で、こういうね、溶接するようなところに軽くシュッシュッシュッと吹いてあげる程度で、
軽く焼き表現をしてあります。でエアクリーナーもね、本当はここフィルターのところが見えるはずなんですけども、ここに関してはねもう塗って終わりにしてます。こういう向きになるのかな、こうエンジンに対してこういう向きになるので、まあここもね本当はね、あれなんか落ちたぞ、あブリーザーが落ちた、ちゃんと塗装接着しとかないと。で、ホイールはねこっから筆でですね、ハブナットだとかセンターキャップの部分を筆塗り、面相筆でこうちまちまちまっと塗ってっていう感じにします。で、シャーシなんですけども、こういう感じでね、ちょっとここマスキング漏れがありますけど、まあ、黒サフ吹いたところでマスキングしてあげて、そこからグレーサフを吹いて、で、これはですね、モンザレットを塗装しました。で、その後に、ここからね、こう、例えばエンジンとか、この、どうしても内装とかつけるときにね、こう、おっとっとっと。つけるときとかに接着剤がね、こう、ついて、こう、色が溶けてしまうのが嫌なので、クリアを一回拭いてあります。クリアで、こう、接着剤のね、溶けをこう、まあ、溶けちゃうんですけども、色まで溶けてしまわないようにね、っていう感じでやってあります。まあ、あとは、細かい塗り分けはだいぶ省略してますんで、こっからね、どん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 組み立てしていきたいと思います。はい、今 YouTube のコメントの方を見させていただいてたら、修正とかしたりするときにの、どうやらなんて言ったらいいですか、方法とかを載せていただけるとみたいな感じだったので、ちょっとそこをね、と言っても筆塗りタッチアップなので、そんな修正のそのあれっていうほどでもないですけど、ちょっとやりましょうか。このボンネットの角のね、タッチアップですけど、今回は、まあ、デカールがありますんで、ここにマスキングテープ貼って、エアブラシでシュッっていう風だと、ちょっと、あまりね、デカールが持ってかれちゃう可能性があるので、やらないですけど、市販車とかで、例えば角が出ちゃったりしたときは、ギリギリまでマスキングして、で、そこにエアブラシを軽くシュッと、シュッシュッシュッって拭く感じで、本当の角の部分だけを出してっていうことをやることはあります。ただ今回はデカールが、大判デカールがね、ここに、もうボンネットのね、あるので、これをなんとかするわけにもいかないので、マスキングもうまいことできる人もいるとは思うんですけど、今回はね密着が悪いので、まあ多分これちゃんと定着してないです。なので、筆塗りでタッチアップしていきます。こういう感じでね、ほんとちょっとずつちょっとずつっていう感じなので、そんなにだからなんだっていうことでもないですが、まあちょっとこういうね修正とかをするときは、ちょっとせっかくなんで載せとこうかなと、載せとくっていうか収録しとこうかなっていう感じですね。本当の筆の先っちょに、面相筆の先っちょにちょちょちょっとつけて、こんな感じです。なので近くで見たらバレます。基本的にタッチアップはもう、まあうまいことね隠せる人もいるとは思いますけど、自分はこんな感じでやってるので、そんなにお見せすることでもないかなというふうに思っているんですけど、まあまたご希望があればね、こういう感じで修正したりとかってことはしてますということで、とりあえず、載せておきます、載せておきます、収録しておきます。はい、最終組み立て一歩手前ぐらいまで来ましたね。ガラスパーツはもう全部はめてあります。全部外バメですね。ただまあボディが歪んでるって話したと思いますけど、まあちょっとねぴったりと収まってないですが、で、下回りの部品なんですけども、
このラジエーターとオイルクーラーの部品ですね、これが一つ難儀になってるんですよね。で、今回はね、このフレームの方全部くっつけて、塗装しましたが、プラグコードが変な位置に出てるな。まあこれは後で修正しておきます。で、これ一つ難儀になってて、ここにね、ちょうどね、橋渡しというか、まあここにフレームが来てるんですよね。なので、ここは一旦切ってから、ちょっと接着し直しました。まあその切ったところもね、ちょうどフレームで見えなくなるので。で、オイルクーラーからこのフィルター出てますけど、オイルフィルターのホースがね、この辺がうまいこと繋がってないのは、まあご愛嬌ということでお願いします。で、ハブナットとね、センターキャップも筆塗りで塗っておきました。で、タイヤですね。よいしょ。これですね、まあバリが結構ひどいって話をしましたが、ここはですね、人によってはその、電動ドリルとかの先っちょにつけてとかっていう話も聞きますけれども、自分は、240番の紙ヤスリですね。これを使って、これをこう丸く、こう丸、こう、ま、回しながら、こういう感じでね、やっていくと、こう、タイヤがね、擦れた感じも出せますし、パーティングラインも消えるしっていう感じですね。ただ、こう、一箇所だけずっと削ってると、そこだけね、真っ平らになっちゃったりとかするので、こう回しながらね、こう、やって、削っていきます。こういう感じでね。で、ホワイトレターに関しては、これタイヤホイール組み付けてから、筆塗りで、迷走筆でね、ちょっとずつちょっとずつ色を入れていくような感じで塗ってきます。先に塗っちゃうとね、こうやってこうホイールとかを合わせたりだとか、こう車体にね、こうくっつけるときにね、こう剥がれちゃったりするといけないので、自分はいつもそんな感じにしてます。じゃあ、最終組み立てまで飛ばします。はい、ウェルカムバックアーニーサンダーバード完成しました。キット自体は、昔、長谷川モノグラムとして販売されていた、ハボリンサンダーバードと同じだと思います。ほぼほぼ同じだと思います。で、あっちの方はデカールがカルトグラフになるので、カルトグラフのやつだったら、経験上、40年もののカルトグラフが普通に貼れたっていう経験があるので、多分いけるんじゃないかなってことは思うんですけども、まあこんな感じになってしまいましたね。なってしまいましたって言い方ちょっとあれですけど。で、ボンネットの裏とね、このエアクリーナーが干渉しますね。なので、エンジンマウントの位置をちょい切って詰めて下げてあげたりとか、そういうことをしてあげた方がいいかなっていうことは思います。で、ボディが全体的に少し変形してて、で、このね、あ、これ反対にしちゃダメだ。ここのシャーシとボディをもうガッチガチに接着しちゃいました。結果、浮きます。どっちを取るかっていうところはあるんですけど、まあ自分はできればフェンダーとタイヤのね、クリアランスを重視したいかなっていう風なのでね、ちょっと浮いてますけど、だいたい3、4mmぐらい浮いちゃってますかね。ですが、まあ一応こんな感じの仕上がりには、もっと上手い人が作ればもっと上手いことね、かっこよく作れるとは思うんですけど、こんな感じになりました。で、ホワイトレターは面相筆でね、塗料を少しだけつけるような感じで、こうサッ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 みたいな感じで、まあドライブラシまではいかないですけど、そんな感じで塗ってます。あとはね、まあこんな感じでデカールが全体的にちょっとね浮いちゃったりとかしてるんで、あまりいい仕上がりにはなりませんでしたが、まだね、ナスカーキットはいろいろとこのデカール替えのやつとかね、いっぱいありますんで、またね、機会があれば作っていきたいかなというふうに思いますし、すでにもう作り始めているのもありますので、またね、それはそれで、完成しましたら、
また動画にしたいと思います。というわけで、ウェルカムバックアーニーサンダーバードでした。これちなみにね、5000分の1っていうね、1 of 5000っていう箱、1 of 5000っていうね、5000分の1がこれです。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。